ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネルの立ち順です。9月7日うちの実家兄の誕生日です。おめでとう。お兄ちゃんおめでとう。まだ僕が YouTube やってるのを気づいてないですけど、おめでとうございます。9月7日木曜日ですね。おはようございます。今週めちゃめちゃ忙しくてですね、全く金にはなっ、まあちょっとだけなってるんですけど、割となかなかハードな、ちょっと痩せていいなと思ってるんですよね。こうパソコンばっかやってるとデブるんですよ。忙しくてもなんかメンタルでちょっと体を動かしてるので結構体調も良くて、トレーニングとは違うなんかやっぱり歩いたりっていうのが多いと割とやっぱり体調良くなるんですよね。まあ当たり前なんですけど、自分がトレーナーとかね、保健体育教師とかやってるの自分が動いてないっていう、やっぱりね。でまだチャリンコ暑いんですけど、まあだいぶ涼しくなったんで自転車も超都内気持ちよくてですね、まあいいなという感じです。あとちょっと人脈とかもね最近また広がったので、まああの人とあの人をつなげてこうで仕事もできるみたいな、全然なってないですよ僕実は。だけどなんかなりそうな、紹介したら喜ぶだろうなっていう人とか、いろいろ出会いとかあったりしてます。なのでまあ僕は全然身にはなってなってないんだけど、まあみんなが喜んでくれればいいなってちょっと思ってたりするタイプなんで。あとそのちょっと動くようになって、そのなんていうんですか、勇気っていうか、人と喋るのめんどくさいなって僕も思う派なんですけど、なんか平気になってきたっていうか、まあ例えばまあ道を聞くとか、そのまあ日本人って苦手じゃないですかそういうの。外国人も普通なんだけど、まあでもに日本人はこうね、旅先で誰かに喋るとかそういうの苦手な人多いんだけど、まあそうなだけに喋りかけると喜んだりするんですよね。年配の方でも若い人でも、なんかナンパっていうかね、まあいい女性になるとナンパですけど、男同士だとナンパにならないですけど、男のね、でまあインスタやってますとかね、僕なんか YouTube やってるんで堂々と YouTube やってますみたいな、全然フォロワー200人ですみたいな言ってんですよ。なんとなく身の潔白を早めにするために YouTube やってるとこもあって、あとウェブサイトもやってますし、 Twitter もやってるし、なんていうんですか、僕がどういう人間かっていうのがその SNS 見るとだいぶわかるじゃないですか。だから僕まあその本当にそのまんま、どんな人でもこういう対応してるので、まあね、独身中年貧乏だけど、まあ明るくやってる元気な おじさんみたいな、お兄ちゃんみたいな感じなんですけどね。まあいいんですけど、ね今日はまあ、ちょっととりあえず良い、ちょっとね短くやろうと思ってて、まだまだ暑いんでね、元気に頑張っていきましょう。そうね、ニュース一個だけやるか。ちょっとね、なんかニュースあったっけ今朝見てないんですよね。ああそうか、東山さんがタレントを辞めてジャニーズの新社長になってね、まあジャニーズの話はね、まあもう飽きましたけどね。そのまあやっぱり問題はあったし、で僕はこれでもおっぴろいにしてるんですけど、僕大手芸能プロダクションに10年近く行った元モデル俳優なんですけど、まあ俳優って言ってもちょっとしかやってないですけどね、大手、皆さんが知ってるの大手にいたんで、そういう芸能界の話はやっぱり今も知り合いますし、お会いする、まあ、当時のマネージャーさんだった人とも僕しょっちゅう連絡取って会うし、今はマネージャーやってるんですけどね、まあ、からあと広告代理店とか、まあ今女優さんとかやってる、俳優さんとかやってる友達もいますし、現役でね、プロで、なので別に素人ってわけじゃないですけどね。まあそのジャニーズ、元ジャニーズにいた後輩もいたりね、そのまあ東山さんがやっぱりそのジャニーズを離脱されて、でもジャニーズっていう帝国を作ったというのをやっぱり引っ張るというのは別に悪いことじゃないし、まあね、それでもジャニーズやっぱり応援する人はやっぱりいると思うので、まあファンあっての何でもそうですけどね。僕もこれ YouTube 少ないですけど、登録していただいてるのが、まあ僕のことを少なからずね興味ある人なので、まあそういう人たちのために頑張ってほしいなと思います。東山さんもねやっぱかっこいいし、木村佳乃さん奥さんも素敵だしね、頑張ってほしいと思います。それではバイバイ。